今回は相続税の申告と納付の論点についてお話ししたいと思います。相続税は非相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署に納めます。相続人の住所地を管轄する税務署ではありませんから気をつけてください。これは相続税は亡くなった人が残した財産にかかるものですし、また、 もし、非相続人が日本で亡くなって、相続人が海外で住んでいた場合、外国に相続税を取られるのはおかしいと考えれば当然です。それから、相続税は相続の開始があったことを知った日の翌日から、10ヶ月以内に納めなくてはいけないという期限があります。ですから、相続税を納めるのであれば、 どんなに揉めても10ヶ月以内に決着をつけないと延滞税が高くなってしまいます。逆に相続税を納めなくていいようなケースでは10ヶ月以内に財産を分割しなくてはいけないというタイムリミットがありませんから実は財産が少ないケースの方が相続で揉めやすいんです。そして相続税は原則として 金銭で一括納付することとされていますが、それが不可能な場合、円納、つまり分割払いの制度があります。ただ、一般の会社員が何億円もするような土地を相続して、何千万円、何億円という単位の相続税を納めなくてはいけないとなると、そんなお金を給料で分割払いするのは不可能です。このように、 円納によっても納付することができない場合、最終手段として現物の資産で相続税を払う物納の制度があります。では、ここで相続税の円納の要件を説明したいと思います。相続税は原則として金銭で一括納付しなくてはいけませんから、誰でも自由に円納を選べるわけではありません。 相続税が10万円を超えるだとか、金銭で納付をすることが困難である自由があるなどの要件を満たした場合、延納することができます。次は、物納の要件について。物納も自由にすることができるわけではなくて、これは最終手段ですから、延納によっても金銭で納付することができない場合に限って物納を選ぶことができます。 また、何でもかんでも物能ができるわけではなくて、非相続人が残した財産のうち、物能を受けた国が監金しやすいものである必要があります。ですから、海外にあったり、所有権で揉めていたり、あるいは他人の権利が存在しているような財産は物能することができません。では、 具体的にどのような財産を物納できるのかと言いますと、基本的には相続税の課税価格の計算の基礎となった相続財産で、国内にあるものとされています。さらに、物納できる財産には優先順位があって、順位が高いものから物納しなくてはいけません。また、いくら物納ができるからといって、 意図的に妙な財産を国に押し付けることはできないように、相続人固有の財産や相続時生産課税制度による贈与財産は、物納の対象外となっています。ちなみに、生前贈与加算の対象となった贈与財産は、偶然性が高いので、物納することができます。そして、気をつけなくてはいけないのが、 物能をする際の収納価格です。物能財産を国が収納するときの価格は、原則として相続税の課税価格の計算の基礎となったその財産の価格によることとされています。ですから、相続税の計算において、時価が1億円する土地を評価源の特例を使って2000万円と評価した場合、その土地を物能したとしても、 1>, 1億円の相続税を納めたのではなくて、2000万円の相続税を納めたというふうに扱われてしまいます。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。